マジマオトヒコから1928年3月21日は、日本の銀行家、歌人。ガゴは、経営業。1871年8月22日、旧尾張藩ハである、マジマ冬道、ユ子の七、男として、浦和県に生まれる。1878年11月、学習院の普通学校家庭に入学する。 1886年1月13日付で退学し、4月に東京英和学校予備学科の3年に転入学する。1888年に予備学科を卒業し、高等普通学部に入学する。1890年3月に卒業する。1891年、アメリカ合衆国ミシガン州のアルビオン大学に留学する。 母の病気の知らせを受けて2年ほどで帰国する。1894年、第15国立銀行に就職する。1896年2月11日、加納愛子と結婚する。1898年、米山梅吉の誘いで三井銀行に転職する。1902年から2年間、欧米各地を視察し、三井銀行欧米出張員報告書をまとめる。 1907年に横浜市店長となり、神戸市店長、大阪市店長を経て、1918年に取締役となる。同年12月6日、青山学院交友会の会長に就任する。1922年に交友会会長を、1923年に三井銀行を病気のため辞する。1924年、青山学院の理事となる。 1928年3月21日、死去、去年57歳。7月8日、青山墓地において、キリスト教式による埋葬式と青山学院高等学部講堂で、追悼会が行われる。真島記念館1923年9月1日の、関東大震災によって、図書館をはじめとする青山学院の、各校舎が甚大な被害を受け、校舎の再建に伴い、 教職員にが学と、公有から図書館設立の声が上がった。病床に付していた、真じま彦は、見舞いに来た青山学院長、石坂正信からこのことを聞き、建設費の寄付を申し出た。真じま彦の死後、その遺言に基づき、1928年12月4日で、愛子夫人から寄付金10万円が送られた。理事会は、14万円の予算で、 図書館建築の儀を決定し、公有である清水区義吉が社長を務める清水組が設計、工事を受け負うこととなった。1929年2月に、寄稿、10月に竣工し、青山学院監視記念図書館と名付けて、10月17日に落成式が行われた。幾度か拡張、改修工事が行われ、館内外に変化が現れたが、 1976年の大増築の際に新築当時の姿をほぼ再現し、青山学院視島記念館に名称を改めた。2008年3月21日、青山学院ベリーホールと共に国登録有形文化財に登録された。一部で3月24日とする資料があるが、青山学院50年史に誤植があったことが原因とされる。母。 ユキコは1893年4月13日に亡くなる。差額の4万円は愛子夫人が土地邸宅を売却した金と交友である清水区議基地の寄付金により賄われた。ありがとうございます。